埋まってないの。あ、でもなんか違う。いや、降りてるだけやな。降りてる。なんでじゃあのボラされた。あ、なんか動かない。あるんだろう。そう。あ、でも今のもなんだ。あ、このでも今のとこ通過してる。あ、じゃ停止ボタン押さなくて。新鮮なハーフエリアだよ。分かったわ。じゃあ停止ボタン押さんでちょっと。中華よ。嘘でしょ。うん。行ってらっしゃい。でも海運あやばい。え、船をなんか食べることができる。なんかちょっと混入みたいな空気出る。やばい。ちょっと待って。美味しく食べるね、フレア。あー、やばい。ちょっと待ってください。お客様、でかいよ。ノコギリがでかいよ。これ切れてんの、本当に。いやこれぞ、一緒になるんだね。あー、やばい。次だよ。食べられんのかな、これ。うわでも、走らなかったってことは、お肉に見られたこと。長い、あ、短い、エルフ生活だったよ。さよなら、みんな。あれは、規格外ってこと？やったじゃん。すごい壊したお前、やばくない？あれ、規格外だったかな。ノコギリも規格外の肉？ノコギリじゃ切れねえんだな、エルフの肉ってのは。買ってんの？いや、これ豚に感謝されとるで。やった悪しきね、習慣を。日々豚をありがたく食べていたから。これはこれでなんか喜んでいいのか複雑だなえ、なんかゲロみたいなの出てる。いない。チェストが泣いてますよ。ヘルプが最強に。ドントオープンって言われると開けたくなるよな。ウィキポイ、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 みんなごめん。うわぁ、キモい。ウィキポイ、ウィキポイ、どこ見ても。どうすればいいの？どこ見ても。ウィキポイ、ウィキポイ、ウィキポイ。え、まあ先進めばなんとかなるべ。ウィキポイ、ウィキポイ、ウィキポイ。次はどこで？ウィキポイ、ウィキポイ。すまん、こうなると思わんかったんや。ひどいよ。全部ノイルのせいじゃない。すまん、ごめんね、開いちゃったわ。開けたばっかり。なんか、下手になった。いや、これは墨汁垂らしたでしょ。私の気持ちだよ、これは。見てください、泣いてますよ。なんでスタッフしてんだよ。でもあれじゃない、ピカソみたいにさ、絵うまかったけど、だってほら、見て。感化されて。白い雫が出て、消えんみたいになってるじゃん。あ、ユウはノットセーフだって。マイナスマーカーね。うわ、なんか赤いモヤモヤみたいなのがある、左側に。ある。あ、チェストあるよ。チェストあるけど、何も入ってない。なんでそんな君たちは気軽に開けられるんだい、こういうところにあるやつ。乗り面で、さっきね、いろいろとちょっと辛い思いしたのに。ほらー、次のやつ開けて、次のやつ。おー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 って言ってみよう。うぎゅ。ひー。でもやっぱ、3個目誰か開けた？開けたよ。開けた。で、その先チェストないとこあるよ。でもなんもない。こういうとこ覗いたらなんかドッキリするようなやつをちょっと追加しとかないとダメだよ。これ覗いたドキドキして覗くんだからさ。あ、待って、2つ目かもしれん。2つ目に来るかもしれん。あ、2つ目に来るかもしれん。怖い。もうあ、ないんかい。ないよ。もう二段階で歩いてるのに、ずるいよ。タイミングで驚けるんだよ。覗くの関係ないんかい。ああ、先道ね。すんげえこってるけど。あー、やっただー。大丈夫か。やるなよ。じゃあこっちはクレアをやったなってこと。怖えよ。味方だって信じてたのに。やってないよ。やってよ、ポルカも。ねえ。ポルカもやられてないよ。やったな、あいつ。ねえ。信じてたのに。ここにやったか？これどこに行くんだ？ここにはまればいいとかそういうことじゃない？あ、でも行ったなら行くか。ダメか。ダメらしい。これ。あ？うわ、扉がめっちゃ増えた。あ、めっちゃ増えた。
上だ。あー、行こう行こう行こう。なのにどの部屋も入れない。いや、一人当たりがある、一人当たりがあるんだ、これは絶対。あ、入れた。え、入れた。どこ、どれが当たりだ。入れた信じて入れた。そういう信じる心大事だな。どこに入れんのこれ。許してください。ごめんなさい。ちょっと逃げるか。こっち当たりが残った。説明を解説をさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。皆さんは一体どうなったのか。はい、どうなったんですか。結論から言いますと、はい、あれは全滅エンドになります。死んじゃったんですか。これエンディング2つあったりとかします。エンディングは分岐します。最後の全滅エンド、全員生還エンドで、例えば1人生き残って3人死亡とか、うん、3人生き残って1人死亡とか。そうです。スイッチの組み合わせと、スイッチですよね多分。あ、最後のあれかスイッチとかか、うん、かなって思った。最後の矢印のやつだって、矢印押してよかったんかな。ですね、矢印ない方のボタンが周りを犠牲にせずに出口を、呼び出すボタンです。ポロカス押してる。そうです。ポルカさんはそれ真っ先にノータイムでパーンと押しました。ポルカ押してたかい。矢印があったので矢印を押しました。だって矢印だって今までそうだったもん。矢印の方に行ったろ。ミラは素直だところ。矢印は横の仲間の床を開けて自分のところだけ扉を開く、ボタンなんですよ。なるほど。なんか左右にの人を犠牲にして生き残るっていうボタンなんです。あ、そうなんだ。で、なるほど。ポルカさんは、正解の方のボタンを押してたんで、自分の床は開かなかったんですね、当然。で、なんか開いた、出口も出てました。あ、なんかでも開いたんですよ。そう、出てました。私とノエルが押したからでしょ。そうです。で、具体的に言うと、ノエルさんのボタンで殺されました。許してくれよ、許してくれよ。そのノエルさんのボタンで床が開ききる前に、ポルカさん、出たら多分助かってたんですよ。ああ、享受してしまったノエルのこと。そう、床開きの時間待ってたんで、優しい。落ちてしまった。ノエルの心を享受したんだ。はい。そしてそのノエルさんはフレアさんのボタンで落とされました。フレアさんはノエルさんの床を落とされました。お互い様なの。お互い様だ。離れて離れて。嘘。そういうことだったんや。はい、全員死亡ということで。なるほど。はい、ちなみにあの前枠のホローの3人は全員生還エンド。話し合えば結構いけるんすか。じゃあ、あれでも床崩れてきてたからね。でも話し合いとかできないよね、あんな状態で普通に、うん、ボタンあったらね。いや、男女それほんと知ってたらね、みんな、うん、あの、寄ってたよ。それがやっぱり通じてどうかな。やかましいわ。やかましいわ。痛い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 痛
ぱそのなるほど、ね、俺らの友情、うん、真の友情が問われるのかもしれない。俺ら友情ねえからさ。いや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 面白い。なるほどです。はい、なるほど。昨日は誰の配信見てたの？私に黙っててバレないって思ってたの？黙ってたらバレないとか思わないでね、いつも見てるから。